フランスのオルセー美術館などでご覧いただけますが、日本では初めてのものでございます。鹿鳴館は現在の日比谷公園の脇、帝国ホテルのあたりに建てられておりました。当時の政府は欧米並みの社交場を作り、西洋の人々との親交を図り、幕末に結ばれた不平等条約の改正を目論みましたが、条約改正交渉の失敗とともに鹿鳴館は衰え